引き金 TV。 さあやってまいりました、引き金 TV ボリューム1ローカルレポート。突然始まりましたこの新番組、各地方のイベント、いい人面白い人見つけていきたいと思います。今夜は浅草審査会のブッダブラックサークル。じゃあ早速イベントに突入してみたいと思います。皆様よろしくどうぞ。引き金サンドのビットスよろしくどうぞ。主催者の2人にインタビューしたいと思います。じゃあ自己紹介の方からお願いできますか。ツーロックフロムダーティービーツファクトリー、イエイ。立川です。本名です。 K.M です。 K.M です。 K.M で K.M です。ダボです。じゃあこんな感じですか。やっぱりなんかこうやっぱ先輩後輩とか関係なく、やっぱこう仲いい友達を集めてこの名古屋で盛り上がるパーティーをやってきた。だからあんまりゲストとかは使いたくないけど、まあ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 ゲストもおるけど、極力ゲストは使わずに、なんか自分らでっていう、本当にこう前面を集めて楽しくやっていきたいっていうのがコンセプトです。3月の17日に、カット主催の、ね、オールナイトっていうイベントがあって、ね、アットラバーズでゲストで大阪からすごいやつが来てやるので、とあとその、ね、その1週間前ぐらいに俺が大阪に行くよ。おお、西に早速行っちゃう感じで、っていう感じで行きますね。ツーロックはどう最近。まあとりあえず俺ちょっと休止しちゃったけど、まあ名古屋に帰ってきて、まあ、復活ライブもちょっと派手にやりたいなと思ってるし、ちょっとすごいゲスト呼ぶんでチェックしとってください。そんな感じです。じゃあ2人とも今日はありがとうございました。So I'm what I be killing Indians. My nationality's reality. And your prejudice man is of a devil mentality. These are words of a wise man, wisdom. Take a taste and erase the racism. どこまで行けかな。どこまどこまどこまでこのままで行けのかな。こちらで行こう。東京ドーム、要秘密のスポット青波エスコート。東京ドーム今熱心の頃、ただこれだけは一言。東京ドーム